はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容はマンスリー明けの清掃というテーマでお話をしていきたいと思います。コロナ禍の今、思うように民泊として集客ができていないホストさん多いと思うんです。対策として民泊ほど収益は上がらないと分かっていても、マンスリー利用として長期的にゲストさんを招き入れているというオーナーさんもたくさんいるはずです。オーナーさんの目線からマンスリーとして予約が取れた時って、1ヶ月や2ヶ月、3ヶ月、1年という期間でゲストさんに貸し出しをするわけです。我々が清掃管理として預かっている物件の中でも、今までは民泊としてくるくる回っていたけれども、半年以上のマンスリーの予約が入りましたという報告を受けたことがあるんです。オーナーさんからすると、民泊で回し続けていた方が当然1ヶ月の収益は上がるんですけれども、マンスリーとして長期の予約が取れた場合って、賃貸で貸し出すよりもはるかに高い利回りで民泊以下ぐらいの感じで貸し出していくことができるわけじゃないですか。ホスト側からすると、1ヶ月の予約の中で割引比率を上げてでも長期の予約が取れた方がやっぱり嬉しいわけなんですよね。今のご時世、民泊のままゲストさんからの予約が入ってくるかという不安を抱えたままポツポツと予約が入るぐらいであれば、思い切って1ヶ月やそれ以上の期間で貸し出しの募集をしてみるというのもいいと思うんですよ。今からお話しする内容は、マンスリーとしてオーナーさんの立場でどのように感じるか、そして清掃会社としてマンスリー清掃はどんな風に感じるかということをお話ししていきます。先にオーナーさん目線で話をしていくと、マンスリーであったり長期の予約が入ると、たとえ割引率が高かったとしても、やっぱり予約が入ると安心感があるわけなんです。本来であれば、民泊としてぐるぐる回していけば月に30万円くらいの売り上げになるというような物件であったとして、その物件を方向性をガラリと変えて20万円でマンスリーとして貸し出してしまうというのを決断するにしてはいい時期だと思います。来月のオリンピックというのがどうなるかっていうのもあるんですけれども、ちょっとオリンピックのことは全く考えないとして、マンスリーとして募集をするというのは、民泊の中だとするとオーナーさんにとってはローリスクローリターンということなんです。本来民泊として30万円の売り上げが上がれるところを20万円で利確をしてしまうという感じになるんです。ちなみにここで言うマンスリーというのは、マンスリーサイトで募集をするというよりも、民泊の予約の中の長期予約ということで私はお話をしています。マンスリーと言ってますけれども、今お話ししているのはただ単に長期での予約を Airbnb などで取っているという感覚で聞いてください。オーナーさんからすると、マンスリーとして1ヶ月間の予約が入ったとすると、清掃料金というのは1回で済むわけじゃないですか。マンスリーとして予約が決まってしまうと、ホストさんからするとあんまりやることなくなるんですよ。少ない金額かもしれないですけれども、毎日少しずつ宿泊者がお金を落としていってくれてるような感じが1ヶ月間確約される、そういうことになるわけじゃないですか。通常の民泊よりも売上は下がりますが、手間はかからないという感じです。本当はマンスリーとして長期で利益を削ってまで埋めたくはないかもしれませんが、今のご時世であれば多少料金を下げてでも長いステイを取るというのが投資としては安牌だと思います。マンスリー予約を取っていく場合は、単純に長期の場合の割引率を上げると割と簡単に予約が入ったりします。ここの割引率をあまり高くしなければ予約はなかなか入らないということなんです。細かく週末の大人数のゲストを予約で取るという可能性を残したいというオーナーさんは、長期でたくさん割引をしてまで予約を取りたくないという方もいるわけなんですよね。ここはオーナーさんやホストさんの考え方でどのような価格設定をしていくかというところで決めていけばいい話だと思います。では今日の本題であるマンスリーの清掃を民泊清掃会社はどう感じているのかについてお話をしていきますね。ぶっちゃけ素直な感想としては、マンスリー明けの清掃はできればやりたくないです。なんでかというと、理由は簡単で、マンスリー明けというのは基本的には1ヶ月という括りで今話はしてますけれども、1ヶ月以上ゲストが利用した部屋の清掃になるということじゃないですか。当然昨日入った部屋に今日また清掃に入るよりも、1ヶ月前に入った部屋に1ヶ月ぶりに清掃入る方が大変になるわけなんです。自分の自宅で考えてみてもわかると思いますが、1ヶ月間全く掃除機をかけなかったり拭き上げをしていなかったところって、目に見てもわかるぐらい埃って積もるじゃないですか。これが部屋の中に人がいる状態で、ゲストさんによっては1ヶ月間全く掃除機をかけないって方もいるわけなんです。この1ヶ月ぶり、もしくは2ヶ月、3ヶ月ぶりの清掃に入ると、うーわーっていう状況に直面するってことは当然あるわけなんですよね。いつも思うのが、埃って一体どっから湧いてくるんだと思うわけなんです。1ヶ月前にベッドメイクをした部屋が1ヶ月間全く予約が入らなかったという時もあるんです。1ヶ月ぶりに部屋に行ってみると、
ベッドの上にもやっぱりうっすらホコリがあるんですよ。部屋の清掃が終わっていても長期間部屋を利用していなかったら簡易的な清掃は絶対入れた方がいいわけです。マンスリー清掃というのは清掃会社からしても通常料金よりも割増で対応することにはなります。部屋の至るところにホコリがある前提での掃除になるので通常の民泊清掃よりもやっぱり 1.3 から 1.5 倍ぐらいの時間がかかってしまうわけなんです。もちろんゲストさんによってはすごく綺麗に使ってくれたり自分で掃除機をかける方もいますけれども、中には全くかけないという方もいるわけじゃないですか。こういった意味でも通常の清掃よりもマンスリー清掃であったりとか長期間空いてた部屋の清掃というのは今まで以上に神経を使って掃除をしなければいけなくなるわけなんですよね。清掃会社から感じる気遣いとしてはこういったところがあります。さらに言うとマンスリーで予約が入ってしまうと民泊清掃会社からすると実はいいことって全然ないんですよ。1ヶ月2ヶ月間予約が入ってしまうと1ヶ月2ヶ月間清掃が回ってこないわけじゃないですか。ということはその一つの部屋からの売上というのが1ヶ月2ヶ月0円になってしまうということなんです。オーナーさんは長い予約の方がありがたいわけじゃないですか。民泊清掃会社って1泊っていう風に連泊で1ヶ月間30日埋まるのがベストなんですよ。オーナーさんからすると1ヶ月間30日の予約が入ったとすると清掃料金ってゲストから頂戴するのって1回分じゃないですか。30日間で30組のゲストを宿泊させるとオーナーさんって30回分の清掃費をゲストからもらうんです。当然民泊清掃会社には30回分の清掃料金を払わなければいけないんですけれども、オーナーさんからすると行ってこいになるわけなんでプラマイゼロで終わる話なんです。民泊清掃会社からすると昨日も今日も明日も明後日も同じ部屋に清掃に入れるんだったら清掃時間っていうのは常にやってるんでやっぱり綺麗を保てるわけじゃないですか。綺麗を保てるのに売り上げも上がるというところで民泊清掃会社からすると短期間でぐるぐる回転してくれた方がありがたいということにはなるんです。ここはオーナーさんと民泊清掃会社では意見が分かれるところではありますよね。もう一つ民泊清掃会社にとってマンスリーだと都合が悪いことがあります。これは何かというと我々って理念サプライとして理念を提供している清掃サービスを行っているわけなんです。自分たちが理念を貼った物件にゲストさんが長期で泊まると理念の回転がなくなってしまうわけなんですよ。一回設置した理念をずっと使われている状態になると理念もどんどん傷んでしまうんですよ。新品で貼ったはずの理念が半年間ゲストさんがずーっとマンスリーで利用していて、そのゲストさんさらに全然掃除をしない人でしたってことも過去にあったわけなんですよね。久しぶりに会ったねっていう理念を見るとなんだか見るも無残な姿で新品の面影が全くないなんてこともあったりしたわけです。理念サプライからすると長期で予約が入った場合でも理念を定期的に交換させてほしいんですよ。フェイスタオルとかバスタオルとかってゲストさん自身が民泊なので自分で洗濯機に入れて洗ったりしてくれてるんですけれども、枕カバーとかシーツとかを買えない方ってずっと買えないんですね。民泊の施設でもマンションでベランダがないタイプとかってあるじゃないですか。こういった人たちがわざわざこのシーツを剥いで自分でコインランドリーに洗いに行くのかっていうところもあるわけなんです。室内に洗濯機があったとしても干す場所がないっていう風になると干さないゲストさんもいるわけなんですよね。こういったところの対策としては清掃会社としてはやっぱり定期的に理念の交換はさせてほしいものなんです。簡易的な清掃に入らせてもらったりとかマンスリーで予約をしているゲストさんでも中間清掃を入れてもらったりとかっていうのが清掃会社からするとすごくありがたいわけなんです。一個の理念をもうダメになるまで使い込まれちゃうというのは清掃会社からすると結構厳しいことではあります。いかがでしたでしょうか。今日の話を簡単にまとめてみると、オーナーさんサイドはマンスリーとして長期の予約が取れると嬉しいことが多い。反対に清掃会社からするとマンスリーの予約というのは切ないことの方が多いということになります。しかし大前提として民泊清掃会社からするとこのコロナで厳しい今の時期にオーナーさんが民泊そのものをやめたつって撤退されてしまうのが一番困るわけなんです。そうならないためにも今の時期はマンスリーとしてでも長期でたとえ1ヶ月の利益がそんなに出なかったとしてもある程度コロナが落ち着くまではこんな感じでのらりくらりと安全運転をしていってコロナが落ち着いてきて外国人の旅行客がまた来るよねという時期になったらマンスリーじゃなくて民泊でグリ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 回していく、そうなるまで今はしのぐというので十分だと思います。オーナーさんが今の厳しい状況をしのぐために民泊清掃会社としてもできることはバックアップしていきたいと思います。はい、本日はマンスリー明けの清掃というテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルでは普段民泊や民泊清掃に特化したお話を定期的に配信しておりますので興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。